南京農業大学は南京のことを巻き、ゾンリング陸に位置する。大学の利点をおよび特徴は、農業、科学、経済学、経営、工学、文学、法学、学際のための農業と生命科学のように調和の取れた発展であり、直接教育省の下で国家重点大学、国家211プロジェクトと最初のグループの間で985、 立憲規律イノベーションプラットフォームキー建設大学の一つダブルクラス世界クラスの大学の専門分野111計画2011年の計画863計画973計画に指定大学院大学国家の教育と優れた高品質の農業林業人的資源と共有アライアンスメンバーの最初の バッチの訓練で何千モノパイロット業界の特製大学高いレベルに改革される予定だ。2017年3月の時点で学校が19校、62の学部プログラム、31の修士号レベルの規律は16回の専門分野が承認ポイントを博士、認可及び15ポスドク研究ステーションがあり、4を持っている。最初のレベルの国家重点学科は3つの 国家重点学科の2つの分野及び国期規律。既存のフルタイムの学部学生は1万7000人以上、大学院生は8500人以上。学校のキャンパスの総面積は9万平方キロメートル、建築面積は74万平方メートル、総資産は3.5億元以上の235万件の図書館の蔵書数は、それが、 外国雑誌の1万種類以上及び500件の電子ブックを持っている。学校の12の専門分野は、作物科学と農業資源と環境は国内で1位、教育省の懲戒評価の第3ラウンドで上位10位にランク。前身は1902年の参考市販学校と1914年の金郵大学に遡る。 1952年国立大学部門の調整により、旧国立中央大学大学と石膏大学の農業、農学校部局を南京農業大学に設立されたセクションの学部に併合。1963年国家の重要な大学として特定。1984年南京農業大学に改称。南京農業大学の逸郎。ありがとうございます。